や飛ぶね、飛距離出るね、通常より15ヤードぐらい下手すると最初の打った球なんかだと20ヤードぐらい、今の僕の使ってる7番アイアンよりは1番手ぐらいは飛んでました、はい、自分のクラブよりワンクラブぐらいは飛んでるイメージはありますね、はい、まあそれも楽に飛んでる感じする、楽に170近く飛ぶんで安心ですね、見た目全然違和感ない、それがいいなと思って、はい、ヤマハの旧作に比べて見た目が遠くなったのと、スティールシャフト85って軽いかなと思ったけど、なんか意外とあってた、テイクアップバックをしやすくて抜けがいいよね、なんか打った感じがしないっていうか、スッと抜けてくって感じ、曲げにくいぐらいまっすぐ飛ぶし、見た目のロフトよりも全然楽に球が上がるんで、今まで、はい、自分の中で一番しっくりくるぐらい、ああそうですか